は、携帯ケースのテンプレットって日本語わからないんだけど、こういう透明な携帯ケースを買えば、いろんな柄を作れる。柄っていうの。こういう。なので、これの作り方を紹介します。アイディアとかそういうのね。で、今10月で、10月といえばハロウィンなので、ハロウィンケースができた。イエーイ !OK。作り方を知りたかったら、見てね。じゃあねー。はい、OK、必要なものはクリア携帯ケース。これは Amazon で買ったと可愛い紙で、こうやって形を合わせて切ります。で、キッチンハサミを使ってるんだけど、気にしないでね。ハサミが部屋の中にあって手を起こしたくなかった。 Anyways、 で、もしサイズが合わなかったらちょっとずつ切ってサイズが合うまで、で、その後にカメラの位置を変えて、それをカッターで切ります。で、それだけで完成でもいいし、それにシールつけたりとか可愛くしたりしても OK です。とりあえず最初の形を切れば、それをベースとして、違う紙に、紙の上にやって、こういう感じでね。で、どんどんいろんな紙、形、好きな柄を作れる。で、いろんな紙を切ったんだけど、夏っぽいやつとか、お菓子とか甘いものとか、そういうあのケーキの形とか。で、これだけで終わりっていう感じでもいいんだけど、こういうのを使って貼っつけた方が、これクリアシールみたいな感じ、貼っつけた方が汚した時とかに拭けたり、あと濡れた時、ちょっと携帯が濡れた時に髪がダメにならない。前に携帯がちょっと濡れちゃって、それで髪がダメになっちゃったんだけど、こういうのつけた方が長持ちする。で、上にシールつけたり取ったりもちょっと簡単にはできると思う。で、その、なんていうの、日本語、ラミネーティングシートを、日本語わかんない、ごめんね、やったら切って、で、その後に、カメラの位置のところを切った方が2回切らないで済む。で、こんな感じでシールつけてもいいし、好きな紙でハートを書いてつけても OK です。 OK、 この柄はちょっとつまんないなと思ったので、この和紙テープ、マスキングテープでちょっと飾りやったので、好きな和紙テープとか多分ダイソーとかで売ってるんだけど、私が買ったやつはマイケルスっていうクラフトストール、こっちにあるクラフトストールで買った。で、これちょっとだけつける、ちょっとつけるだけでちょっと気分が変わる、ちょっとなんて言うんだろう、可愛くなるので、自分でアレンジしたりとかもできます。あと、こういうクリアファイルがあると結構便利なんだけど、これも携帯の形に切って、こういう感じね。で、その上に好きなシール、季節ごとに季節の感じのシールとか、例えば秋とかハロウィンとか冬とかそういうのでもいいし、好きなディズニーのシールとか何でも OK をつけると、それ透明なまま携帯ケースに入れてもいいし、その後ろに、好きな紙をこういう感じでやっても可愛いと思う。そしたらいちいち紙につけて、でもう一回飽きたらもう一回作るって感じにやらなくていいと思う。 Yes。 で、冬バージョン、クリスマスバージョンも作ったりとかすると12月とかに使える。
それなら携帯ケースいちいち買わないで済むし、気分でどんどん変えたりとかもできて楽しいと思う。雑誌とか切ったりとかしても OK。 Alright, see you!